12日に行われたラジャダムナンスタジアム認定スーパーフライ級タイトルマッチ統一戦で正規王者のプレーオプラオペップラオファーに勝利し統一王者となった吉成名高。5ラウンドにわたって相手を圧倒し続ける完勝を収めた吉成の大会当日に迫った独占スペシャル動画がトラカンニュースの YouTube で公開された。日本ウェ大会の最高傑作こと吉成は昨年7月体重以外では初めてラジャダムナンスタジアムの2階級制覇を達成。そして同12月にはスーパーフライ級暫定王座決定戦で中サップ等1期ポーンに勝利し前人未到の3階級制覇を成し遂げた。